こんにちは、えー、先日ですね、まあ、今回のコロスケ君について、まあ、アンケートをね、えー、取ってみたんですよねでまあどういうアンケートかっていうと、まあ、今回のねコロスケ君をどう思っているかどう評価するかっていうもので,で、まあ、選択肢としては、まあ、危険なウイルス、まあ、インフルエンザ程度もしくはそれ以下の弱いウイルス じゃねっていうのとそれとあと、えー、今のねこの政治状況を作るためのものそれとあと、えー、世界政府への布石という、まあ、であとその他という五択だったんですけども、まあ、この中でね、まあ、いわゆる、えー、世界政府への布石っていうのがね一番多くてで、まあ、その次は危険なウイルスで、まあ、その次にね、えー、政治状況 を作り出すものっていうようよな感じで、まあ、この世界政府と政治状況を合わせると、まあ、56%ということで、まあ、半数以上の人がね、まあ、そういうふうな、まあ、いわゆる陰謀論的なものと考えていらっしゃるのかなと思ったわけですがじゃあ僕自身が、まあ、この陰謀論的なものについてどう思うかというと、まあ、あるかもしれないけどないかもしれないよね。 っていうのとまあ興味関心はあるんですよね、うん、そういういい話聞くと面白いんででまあ関心はあるもののじゃあ具体的にそこに対して自分自身が何ができるかっていうと正直もしねそういうふうなあの世界政府を作るような人だったりまあ、こういう政治状況を作るためにコロナをやれる人たちに対抗する、まあ、手段っていうのは正直ないのかなって思ってるので。 まあ話としては面白いけどもっていう程度でしてる僕なんですがまあただねこれあのそういった何て言うかなあの都市伝説的なものではなくてまあ本当事実としてねまあちょっと一つ言えることがあってまあそれは何かというとまあウイルスはコロスケ君だけじゃないっていうのと。 それとまあ今回のコロスケ君のようにねまだまだ未知のウイルスっていうのがたくさんあるんじゃないかな。でまあ今回このコロスケ君がまあ、こういう風にねバッと流行してしまったっていうのはまあ何かの研究をしててまあ、そこから漏れ出てそれがまあ拡散したっていう可能性が高そうなんですがまあ、今後ねワクチンとか薬まあ、それをね 開発するためにまたこのウイルスをいじるわけですよねそうすると、まあ、何かの変異っていうのが出てきてもおかしくないのかなと個人的には思っていてでそれに合わせてこの地球環境の変動ですよねまあ今はね非常にこう、えー、経済活動が収まってるんで、まあ、いわゆるあの日本でもね PM2.5 とかっていうのが 少なないいかもしれないんですがまあ、おそらくね、えー、夏頃今、中国にしても、徐々に経済活動をね始めてるので、また夏頃にはね戻る可能性も高くてで、そうすると、そういった地球環境に、まあ、フィットしたウイルスっていうか、まあ、気候変動にしてもそうですよね、そういうふうなものが、まあ、出てきてもおかしくはないかなと思ってるんですよね。 うんまあ、単純なそのコロスケ君の、ね、第2波っていうのもあるんですが、まあ、ひょっとしたらまた違うタイプっていうのも出てくるんじゃないかなというのが、まあ、思っている、まあ、いわゆる何て言うかなあそういった陰謀論の方向で考えると、まあ、そういうことの可能性もあるよねっていうふうなことが、ねえー、思いついたということで、まあ、あんまりねあの正直。 いい話ではなかったんですが、まあ、そういう可能性もありつつ、まあ、自分の行動を決めていく、まあ、最悪シナリオですよね最悪シナリオとして、まあ、そういうふうなことも考えつつ、まあ、行動を選択しないといけないのかなということでございました。ということでね、えー、こんなあんまりいい悪い話で言う締めの言葉じゃないかもしれないんですが、まあ、どうぞ良いひとときを。